ベルベットラウンジデザイナー新岡正樹さんです。どうぞ。どうも、ベルベットラウンジの新岡と申します。動画をご覧の皆様、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ついにこの日が来ましたね。受注会初日だったんですけど、はい、どうでしたか？いや、もう本当にたくさんのお客さんが来られてね、はい、嬉しい、すごい嬉しいです。イベントを始めてもう、3回目そうですね、になるんです。ここ最近だったら3回目そうですね、になるんですが、会を増すごとにたくさんのお客様にご来場いただき、今日も一日本当に、ね、朝からバタ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 でしたね。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、今回ですね、ベルベットラウンジというブランドをまだ知らない方に、簡単にご説明していきたいと思いますので、ちょっといいですかね。それでは、ベルベットラウンジというブランドなんですけども、メンズジュエリーブランド、ベルベットラウンジとは、2004年、デザイナー新岡正樹氏により立ち上げられたブランドです。古くから伝わるモチーフや、フォルムを現代に合ったテーマと融合させ、無駄を削ぎ落とし、ニュークラシックなデザインをコンセプトのもとに、生まれ変わった、アイテムが特徴的です。それでは、早速デザイナー新岡さんに、新作の方を発表してもらいましょう。それでは、ベルベットラウンジ新作をですね、新岡さんに発表してもらいたいと思います。新岡さん、お願いします。商品の方、カスタマイズの内容について少しご説明させていただきたいと思います。今こちらにリングが一つあるんですが、今こちらの方2箇所に石が入っております。でこの石が入っているパーツ、今ちょっとこれサンプルなんで外れるんですが、例えば石がお好きではない方は石なしでも対応ができます。で例えばこの石ありの部分を4面に石が入れたいという場合も、製作が可能です。で石の部分もですね、例えばダイヤモンド、ダイヤモンド、ブラックダイヤモンド、ブラックダイヤモンドや、例えば、サファイア、サファイア、ブラックダイヤモンド、ブラックダイヤモンドや、石の組み合わせも自由にできます。そうすることによって、人それぞれ好みがあると思うんですが、その好みに応じた商品が製作することが可能です。これが一つ今リングをご説明させていただきました。ちょっとペンダントの方も説明させていただきたいと思います。こちらの方に今ブラックのタイプがございます。でこれすべて 1,2,3,4,5,6 個のスタッツはすべて取り外しも可能ですし、カスタマイズができます。どういうことができるかと言いますと、例えばこの上から3つ目だけをゴールドにしたいという場合は、今ちょっとこれサンプルなんで上に乗っけてますが、18金のパーツにダイヤモンド、例えばこれが逆にゴールド、すべてが18金のゴールドのパーツの中に真ん中とかその自分の好みのところだけをブラックのパーツに変えるとか、さまざまなそのスタイルに応じたものが作れます。すべてをブラックに石を入れることもできますし、石のデザインもバラバラに入れることができます。例えばダイヤモンド、サファイア、ダイヤモンド、サファイア、ダイヤモンド、サファイアなど、その先ほどのリングと同じように好きなように組み合わせが可能になっております。これが、取り急ぎ簡単ですが、今回の新作のノベルスタッドの、カスタムの、条件内容になります。清川さん、カスタムのご説明、はい、ありがとうございました。いい、大変わかりやすかったです。うん、皆さんもすごくしたかったことなんですけど、なかなかそういったブランドがなかったんで、はい、今回すごい皆さん多分これ買い求めてる方多いんじゃないかなと。そうですね、結構初日ですけど、すごくネックレス人気でしたよね。ネックレス、はい、かなりもう9割の方がやっぱお好みに、うん、カスタムしてましたよね。カスタムしてましたね、うん、はい、これはもう皆さんぜひカスタム、も含めてベルベットラウンジの良さがあるのでぜひチェックしてみてください。そしていいですか、今回、ゴシップ、本店店長私平井がですね、この、初日受注会を終えまして、はい、特に気になったアイテムをこの動画を見てる皆様にだけ、ご紹介していきたいと思います。
皆さんいいですか。はい、今回ちょっとこのラインナップで気になったのが、はい、このチェーンブレスなんで、ちょっとこれつけてもいいですか。はい、絶対言うと思いました。ではちょっと一度、はい、これ L サイズなんで、はい、ちょっと大きいかもしれないんですけど、うわすごい、はい、うわ結構見た目は本当にチェーンブレスでちょっと武骨なイメージあったんですけど、はい、実際つけてみると、うん、なんかこうベルベットラウンジの綺麗な要素であったりとか、はい、非常になんか綺麗な感じのこうカッティングだったりとか、はい、ここが結構僕好きで、はい、ようやくつけれました。皆さんこれで僕が L サイズ着用してるんで、ちょっとここが隙間が空いちゃってるんで、M サイズちょっと着用してもいいですか。はい、多分 M サイズの方がねしっくり、はい、ありがとうございます。ちょっと待ってください。これは今真ん中が18金のパーツになってますね。これでいくらですか。これで28万円です。今こちらのサンプルなんで、はいはい、あの真ん中だけですけど、実際はこの T バーの部分も、はい、こちらの受けの王冠の部分、うんうんうん、こちらの方も18金になります。ではちょっと一度、はい、これ皆さん M サイズつけますね。うん、あ、ぴったりですね。ぴったりですね。うわぁ18金です。どうですか皆さん、これやってますか。これは好きだよ。そうですね。これは本当にちょっとこう見た目以上になんかつけやすくて、かつあのずっとつけてても全く違和感がないです。あと結構ブランドによってはこれ重たいやつとかってありますよね。なんでまあそういうのも含めてこれは本当つけやすい。僕でこれ M サイズ大丈夫ですか。大丈夫です、うん、で私がつけて大体L サイズなので、あ、池岡さんで L サイズなんです、ね、はい、で女性の方用に S サイズもご用意してますので、レザーとかにも合うし、これは本当かっこいいですね。そうですね、作りの基本としてその様々なスタイルに合わせられるように、うん、まあ、レザーももちろんそうですし、はい、ジャケットスタイルもそうですし、いろんなスタイルに合わせられます、うんうん、はい、これもう一つありましたね、うん、種類。あ、あります、はい、ちょっと見、さすがにそちらは S サイズで作ってるんで多分はまらないと思うんですけど、うんうんうん、もう一つがこのダイヤモンドのタイプですね、はい、これちょっと合わせるだけでね。うわすごい、うん、これは、ダイヤモンドが、これどれぐらい入ってるんですかね。1つのパーツに4石入ってますので、はい、全部でこれ今3つのパーツになってるんで12石、はい、うわダイヤモンドめちゃくちゃ光ってますね。これこれすごく大きな石を使ってますので、はい、あの輝きも綺麗ですよね。皆さんこれ S サイズ今回ご用意したということはレディースの方もつけれます、つけれるということなんで、皆さんこれ僕ちょっとこれ今 S サイズつけれないんですけど、女性の方にもつけれる、一応今回、はい、S サイズと M サイズ L サイズをご用意していただいたから。そうですね。で今僕さっき18キロ値段聞いたんですけど、はい、おいくらでしたっけ。28万、はい、ダイヤモンドではいくらですか。ダイヤモンド17万5千円、はい、僕が一番聞いたのはこのプレーンタイプ、これでおいくらですか。このプレーン、はい、はい、こちらの方で4万5千円ですね。安いっすね。安いっすよね。皆さん聞きましたか、18金ダイヤモンド含めてこれ安くないですか。本当に値段も手頃ですし、ただその値段に、はい、値段も安いんですけど、はい、作りの部分は本当にこだわって作ってます、はい、例えばこの騎兵のパーツも2種類のパーツ使ってます、はい、でこの2種類のパーツ使いながらちゃんとこの目の広がり方の、うん、なんていうんですかね、バランスとか、はい、で腕にこうつけた時のしっくりくる形と、うん、あともう一つちょっと気になったものがあって、はい、テニスブレスと、あ、はいはい、アンクレットがあったんですけど、はい、ちょっと見せてください。あ、いいです、はい、おこれです、これです。今回はこれ全部でどれぐらい種類作れたんですかね、はい、はい、ホワイトとゴールドが5色ずつ、はい、で石の色が合計5色あるので、はい、10, 10,
10品番ございます、うん、で色はブルー、はい、クリア、はい、でブラック、うん、でレッド、はい、あとはジョンキルというちょっとゴールド色の5色の石、はい、あのスワロスキーの石をご用意しています。でこちらの方なんですけども、ありそうでなかった、はい、パターンになってまして、このままの長さでちょっと分かりにくいですけど、このままの長さでつけるとアンクレットになります。はい、ありますね。でアンクレットになりながらこちらの方にちょっと感があるんですけども、うん、これを外していただくと、アジャスターを外していただくとブレスレットになります、うん、あとお店の方ではこういう、あ、そうですね、迷彩柄のパッケージを見たらアンクレットが入ってますので、いろんな色がありましたね。そうですね、はい、それまあ、パッケージはこういう風に全部で5色、うん、ございます。はい、はい、宣伝です。ありがとうございます。僕がおすすめするアイテムはこのチェーンブレスレットと、アンクレットとブレスが、2ウェイになっているタイプを、皆さんにご紹介したんですけど、特にこの今年の夏は、皆さん薄着になってくると思うので、ウェルベットラウンジというブランドがもう本当に、多く、展開してきていますが、特に今年の夏新作は皆さん要チェックしておいてください。絶対に皆さん後悔はしないと思います。それでは、今回新作も含めてですね、受注会初日を終えまして、本当にこの動画もそうですけど、本当に清香さんにはご協力本当にありがとうございます。いえいえ、ご協力。そしてですね、毎年年に、2回ほど、こういった形でゴシップの受注会イベントをやっておりまして、またですね、清香さんが、会って直接接客されたいなっていうお客様も、いらっしゃいましたら、ぜひ、この石川の小松島でぜひぜひお越しくださいませ。本当に今日はまずお客様ですね、今日初日、本当に多くの、ご来店皆様本当にありがとうございました。そして、わざわざ石川県までそういうところから、池岡さん来ていただいて本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。なんか今宣伝とかありますか？あ、はい、宣伝と言いますか、6月の、はい、中旬になるんですが、はい、まあ、東京の原宿の方なんですけども、はい、にベルベットラウンジの、はい、お店が、うん、オープンします。ありがとうございます。はい、なのでそこでは非常に珍しい商品や、はい、あとはそこでしか買えないようなものも、うん、多数作ろうと、はい、思ってます。はい、すごいですね。本当に今年の6月そうですね、もうあと2ヶ月ぐらいですね。本当に東京店舗、原宿駅降りて、はい、竹下通り行って、で、はい、結構詳細は追って、あ、わかりました。また皆さんホームページと、ホームページとまた6月インスタグラムの最近ちょっと始めましたので、はい、そのインスタグラムの方とかいろいろなSNS 通してまた発表していきますので、よろしくお願いします。